ラチェットクランクラチェットクランク攻撃突。ドデカ銀河のミリミリ軍団、ラチェットクランク攻撃突。ドデカ銀河のミリミリ軍団は2007年6月28日に発売されたプレイステーションポータブル用コンピュータゲーム。ラチェットクランクシリーズの第5作目。シリーズ初のプレイステーションポータブルへプラットフォームを移しての発売となった。 これまでの作品と違い、開発はインソムニアックゲームズの古会社ハイインパクトゲームズが言った。開発がインソムニアックゲームズでないのはシリーズ初である。2008年7月3日にはプレイステーション2への移植版が発売された。ソニーコンピュータエンタテインメントが日本で最後に発売した PS2 用新作ソフトである。惑星ポークタルの ホワイリゾートでバカンスを満喫していたラチェットとクランクの前に無邪気な少女ルナが現れる。ルナはラチェットのヒーローっぽい写真を撮らせて欲しいのだという。ルナの申し出を心よく受け入れたラチェットだが、撮影の最中、謎のロボット軍団が襲来し、ルナを連れ去っていってしまう。ルナが残した唯一の手がかり、テクマの糸文明の遺物を手に、ラチェットらは軍団の後を追う。 ラチェットクランクシリーズの開発者でインソムニアックゲームズのスタッフであるダン・ジョンソンが本作品を制作中の2006年に制去したためエンディングの最後には彼の生前の写真と共に追悼メッセージが表示されるありがとうございます